北陸新幹線、2046年には新大阪駅まで延伸する予定となっています。ですが、ルートについて疑問に思った人もいらっしゃるかもしれません。特に、京都新大阪間、こちらは南側をぐるっと回る感じになっています。よって、皆さんこう思ったのではないでしょうか。おい、なんでわざわざ灘の方を遠回りするんだよ。現在の北陸新幹線を見ますと、金沢敦賀間がそろそろ完成を迎えようとしています。今後は京都駅を経由して新大阪駅までが作られる予定です。このうち敦賀京都間は小浜京都ルートと呼ばれる道筋になりました。まあ、京都府を南北に貫く形ですね。そして京都新大阪は南回りルートと呼ばれ、松井山手駅を通る形になりました。学研都市線の駅と交差する見込みとのことです。これには理由があり、こんな感じに言われています。京都府のご機嫌を取るぞ。まあ、どんな事情があるのか、大雑把に見ていきましょう。2000年代後半、北陸新幹線は長野金沢間が建設中でした。同じ頃、金沢衛星の区間に関するテーマが、国交省の中で話し合われていました。リサーチを行った結果をもとに、どんな姿にするか考えていました。当初、こんな意見が注目を浴びていました。フル規格いらねえ。山形北みたいに在来線そのまま利用でおくねえ。ミニ新幹線方式のようにし、敦賀駅から先は湖西線に入る案を出していました。ただ、そうなると、新幹線の車両が在来線区間に突入できません。よって、こんな意見が出てきました。車輪の幅を自由に変えられる電車開発しろ。フリーゲージトレインという車輪の幅を変更できる車両を開発するべきとの意見が出てきました。ただお金がかかることなどが理由で無理との結論になりました。よって全線フル規格で作られることに決まりました。そして2016年、京都駅までは小浜京都ルートで決まりました。一方、京都新大阪間ではこんな感じになっていました。北回りと南回り、どっちにしようかな。北回りと南回りの2つが候補にあり、どちらにするかで迷っていました。北回りの場合、大阪府北部の山奥を通る予定でした。こちらのメリットについて国はこう言っていました。最短ルートだから時間が短くなっていいね。最短ルートで新大阪駅につながる点がメリットでした。ただ途中に駅はなく、距離が短い以内にいいところがない感じでした。よってこんなコメントが出てきました。東海道新幹線があるのに、なんでもう一つ新幹線作るんだよ。金の無駄遣いだろ。東海道新幹線に加え、もう一つ新幹線ができるため無駄遣いだとディスられました。よって東海道新幹線に乗り入れる案も出てきたほどです。もっともこう思った人もいらっしゃるかもしれません。リニアできるんだから将来は暇になるだろう。北陸新幹線走らせる余裕あるだろう。東海道新幹線は本数が多すぎてパンク状態となっています。ゆえに北陸新幹線を追加できる余裕がありません。こうした理由により東海道直通は NG となっているのです。ですがリニアができればのぞみ組はリニアに流れます。すると本数も減ることとなるため、ダイヤにゆとりが出るみたいです。ですが北陸新幹線には消極的です。オレンジ色の JR はこう言いました。北陸新幹線って東日本派だろ。システム違うし無理じゃねー。北陸新幹線は緑色の JR が主役となって作られています。よって東海道とシステムが違い、直通は無理とのことです。ウプ主のおっさん、詳しいことは知りませんが、まあAndroid と iPhone の違いみたいな感じですね。とにかく北回り案も東海道直通案も無理となりました。そこで国は南回りルートに着目しました。こちらは少し遠回りになります。ただ国はこう言いました。こちらなら駅一箇所作れるな。そうすれば京都府内でもう一箇所イケイケスポットができるぞ。南回りルートの場合、人が住むエリアを通るため駅を一箇所作れます。そうなれば新幹線に乗る人が少し増え、 JR 的には儲かります。一方、国としてもメリットがありました。それが地方自治体のサインです。北陸新幹線は整備新幹線、
つまり国が主催者です。一方、建設費は沿線の都道府県が結構な金額を出さないといけない形になっています。よって、建設には府知事の OK が必要なのです。そのため、国はこう嘆いていました。なかなか OK にしてくれないんだよな。京都府の場合は、北陸新幹線に消極的な傾向があります。そのため、簡単には OK が出ないのです。ですが、駅を追加で京都府内に作れば、府内にはもう一箇所イケイケのスポットができます。つまり、こういうことです。新幹線作れば京都府南部イケイケになるぞ。どうだ、うまい話だろ。忖度に近いですが、そんなおいしい話になる模様です。こうして、京都府の機嫌を取ることで、新幹線の OK が出やすくなると考えたみたいです。もっとも、こう思った人もいらっしゃるかもしれません。じゃあなんで松井山って経由なんだよ。南回りルートでも、当初は3つ候補がありました。聖火、西木津を通る案、新田辺を通る案がありました。ただ、国はこう返答しました。これだと遠回りになるだろう。建設費高くなって逆にマイナスだな。どのルートにするか決める際、それぞれどれくらい儲かるのか計算しました。費用便益分析と呼ばれるみたいです。文系でもそちら系ではない、ウプ主のおっさん、どんな計算なのかは知りません。ですが、松井山手経由はプラスな一方、残り2つは、マイナスになる模様です。残りの案だと遠回りになり、その分建設費がアップするためです。北回りよりは距離が伸びますが、それでも、大きな差はないとのことです。また、松井山手駅だと、こんなメリットもあります。学研都市線にアクセスできるぞー。学研都市線が通っています。すると在来線沿線から北陸方面へ向かう人たちを呼び込めます。そんな感じで北回りよりもメリットがあるわけです。要約するとこんな感じです。建設費も抑えられて京都府にイケイケスポットができて府も喜んでくれるだろう。松井山手駅付近がイケイケになり、しかも費用対効果が高いため南回りルートになった感じですね。なお、皆さんこう思ったかもしれません。あれれ、なんでそれでも京都府はやる気ないんだよ。現在、京都府は決して積極的ではありません。現職の知事は反対ではないです。ですが、いろいろと懸念している点があるみたいです。反対派が多い府の北部、一部の人たちはこう言っています。新幹線とか自然破壊だろ、マジふざけんな。新幹線の建設は自然破壊になるとして、市レベルで反対している地域があります。そうした事情もあり、スムーズには話が進んでいないのです。よって、南回りルートの区間、2046年にできるのか、微妙との意見もあるようです。以上、北陸新幹線の京都新大阪間のルートについてでした。最後に、南回りルートについての個人的な感想になります。建設承認のために南回りルートにしたんですね。京都府の機嫌を取るために。そうだ、京都へ行こう言って。